いやー、こんな役立たずを自警団の方に引き取っていただけるなんて。しかもこんな値段でね。笑顔の奴隷商に見送られ、スバルと少女は路地裏を歩いていた。自分が売られたと分かっている少女は、スバルの後ろでうつむき、口を閉ざしている。やっぱり、レムに似ている。年齢の対抗とともに、記憶も対抗しているのだろうか。それとも。一旦、エミリアタンのところに戻るか。行こう、と、スバルが手を差し伸べるも、少女は固く両手を握りしめたまま。そこに、ナイトメアのうなり声が響いた。さっきの生き残りかよ、しつっこいな。くそ、俺一人ならなんとかなるが。ごめんなさい。私が、いるから、役に立たなくて。ごめんなさい。ナイトメアとの戦いで傷を負ったスバルの手当てをしながら、少女がぽつりとつぶやいた。私が足手まといでしたら、いつでも捨ててください。価値がないので。そう自分を卑下すんなよ。それに、俺にとっちゃ価値ありありだぜ。何を言っているのかわかりません。光のない少女の青い瞳に、スバルは今までの境遇を思って切なくなる。そこに、心配したエミリアが迎えに来た。この子ね、話は聞けたの？いや、それが関係性に距離があって。そう。そうだ、それなら。エミリアは優しい笑みで二人を見た。